江島神社は神奈川県藤沢市江の島にある神社である。旧社格は県社で、現在は神社本庁の別表神社。日本三大弁天の一つに数えられる。米在天、同時造根流の木村方三女神を祀る。島の西方の奥津宮にたきり姫命、中央の中津宮に沈ん島姫命、北方の ヘンツグにたずんつ姫命のをそれぞれ祭り、江島大臣と総称する。江戸時代までは、ベ財殿を祀っており、江島弁天、江島明神と呼ばれた。現在の祭神は、明治の神仏分離の際に改められたものである。ヘンツグ境内の法安殿には、八肘ベ財殿店と、明音ベ財殿店が安置されている。江島神社境内社殿によれば、金明天皇13年、 神仙に基づき、近明天皇の直命により、江の島の南の洞窟に宮を建てたのに始まると伝える。神仏集合により当社は、近畿山予願寺と称する寺となった。東鏡によれば、樹永元年、源、頼朝の命により、文覚が島の岩屋に、微細天を勘定したとあり、これをもって、創建とすることもある。歴代の鎌倉幕府将軍、執権や。 代々の領主から数形を受けた。江戸時代には、弁済天神校が、盛んになり、多くの庶民が参詣するようになった。当社には、岩本坊上の坊下の坊の三つの別当があり、それぞれ、岩屋本宮、上の宮、下の宮を管理していた。その中で、岩本坊は総別当とされ、江島寺とも称した。慶安2年に、京都、 忍野寺の末寺となってからは岩本坊のみ、陰号の使用が認められて岩本院と称するようになった。三坊は競って当社の縁起を解いて回り、参経者を集めた。そのうちに利権争いが起こり、寛永十七年、岩本院は幕府からの主院場状を得て上の坊を吸収した。後に下の坊も支配するようになり、岩本院が 前頭の権益を握ることとなった。明治元年の廃仏希釈により、三重塔の多多くの仏教施設や仏像などが破壊された。明治六年には仏式を廃して神社となり、江島神社へ、改装、建社に列せられた。同時に、僧侶は全員僧籍を離れて神職となり、岩本院は参継者の宿泊施設としても利用されていたことから旅館となり、 岩本郎へ解消した。奥津宮中津宮辺津宮法安殿、聖堂鳥居神奈川県藤沢市江の島二の三の八、筑武島、宮島、江の島が日本三大弁天と言われるが、江島神社の代わりに、吉野の天が大部在天社を入れる場合もある。江戸の庶民にとっては、大仙モーデと江の島モーデのセットで娯楽の一つでもあった。 令和元年7月23日文部科学省、国事第26号、文化審議会等申告法、重要文化財の指定及び、登録有形文化財の登録について、施設情報、エスカー、江ノ島シーキャンドル、江ノ島電鉄、2018年7月26日閲覧、ありがとうございます。